はい、こんばんは。ドンチャンネルです。3月27日。もう3月もね、まあ、年度もね、押迫ってきたっていうことなんだけど、今日見てきた映画の感想をいきます。タイトルは、ピアノレッスン 4K デジタルリマスター版っていうですね。これ1993年の映画なんだけど、まあ今、4K リマスター版でね、あの、上映されてるっていうことをですね。 第46回カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作品ということでね。えー、っとね、ウィキペディアから抜いた情報を読むと、ピアノレッスン、まあ、現代は、ピアノは、1993年公開のフランス、ニュージーランド、オーストラリアによる合作作品と。えー、っとね、あらすじを読むと、 19世紀半ば、ニュージーランドの孤島、エイダは、父親の決めた相手と結婚するために、娘のフローラと、一台のピアノとともにスコットランドからやってくる。これね、最初読んだ時に、本当かなと思って一応 Google マップで確認したんだけど、スコットランドとニュージーランドってえらい離れてるんですよね。なんか、イカダとかカヌーみたいな、 船で来れるとは到底思えないんだけど <coughs>。6歳で話すことをやめたエイダにとってピアノは声の代わりだった。ところが夫になるスチュワートはピアノを重すぎると浜辺に置き去りにし先住民族との通訳を務める、えー、ベインズの土地と交換してしまう。エイダに惹かれたベインズは ピアノ1回のレッスンにつき鍵盤を1つ返すと提案する。しぶしぶ受け入れるエイタだったが、レッスンを重ねるうちに彼女も思わぬ感情を抱き始める。てんてんてんてね。うんまあちょっと今、今の AV のジャンルで言ったらいわゆるこう寝取られもの自分の奥さんをよその男に取られて、こう。 ゼラシーが巻き起こってまあまあまあすごいことになっちゃうっていう筋書きなんだけど、えーっとね、時代は 19,、えっと、19世紀半ばってことは1950年っていうことですよねで1950年ってヨーロッパで何があったのかなと思って一応チェックしてみたらねあのまあ今でも尾を引いているクリミア戦争があった年なんですよね ままあ、ロシアが南下政策をとっていて、まあ、ヨーロッパ、まあ、イギリスフランスの連合国はねちょっとロシアに来られるとまずいっていうんで撃退したっていう戦争なんだけどまあこの前、えー、ヒットしたのナポレオンナポレオンはもう1980年には亡くなってるんで、まあ、ナポレオン以降の話なんだけど。 まあそんなにこう先進的なねこう何て言うの,あの戦争の兵器があるわけでもなしねまあまあどまだ泥臭い時代の話でまあ封建的な考えがま,あまだ残っていた時代の話なんだろうなと思いながら今日見た映画をね思い返していますそしたらねやっぱりこう映像がねすごい綺麗でね まあ、1993年にと撮って、まあ、19世紀半ばの風景をこう、フィルムに定着させる、させたってことはね、やっぱこう、すごい意気込みで撮った作品なんだろうなっていうのがわかりますね。20世紀の風景には見えないもんね。うん。だから、ロケ地を選んだりさ、あの、俳優さん、女優さんたちのこう、 衣装とかね。まあ、それぐらいの時代なんだろうなっていうのを彷彿とさせる衣装じゃないとダメってことですもんね。で、話してる言葉もさ、まあ、僕は字幕版で見たんだけど、子供の話す英語はね、なんとか聞き取れるんですよ。大人の話す、こう、ローカルなわりが入っている言語が、やっぱりよく聞き取れないのね。やっぱ、子供って、やっぱ最初、基本的な言語から学んでいくんで、 ああ、彼女だ、まあ、ああのー、まあ、あえっと、主人、えっと、エ,エイダか。エイエイダは、まあ、あ一回結婚して、えっと、子供を産んで、その、えっと、娘がフローラなんですよね。だから、未亡人なんだけど、娘を連れて、まあ、あはるばるスコットランドからニュージーランドの孤島の、 スチュワートさんのところに卒業に来たんだけど、やっぱりしっくりいかないんですよね。なんか、彼女にしてみれば愛されている、愛されてるっていう実感がどうしても湧いてこないんですよね。でも、まあ、彼女のピアノを買っちゃって、まあ、スチュワートが勝手にこう、土地とピアノを交換したもんだから、エイダさんにしてみれば私の大事なピアノを売っ払ってって、でも、 まあ、ほぼほぼ一心同体なんですよ。エイダさんにしてみれば。だから、まあ、その、なんだっけ、あの、ヘイ、ベインズか。ベインズが、まあ、俺にピアノのレッスンをしてくれるんだったら、鍵盤一個一個返すからって。まあ、結局その、全部の鍵盤を、 戻してもらったらピア,ピアノが戻ってくるっていう筋書きなんですよね。まあこのスケベジジーがまあまあなんかいろいろ考えてるんだなっていうのは分かったんだけど、まあそのスケベジジーの思惑をこ超えた動きをね、あのエイダさんがしてしまうんで、見てるこっち、こっちの方もドキマキしてしまうっていう作品でしたね。うん。いや、まあだから、 19世紀半ばの話っていう前提だから、ああ、まあ、こういうこともあり得るのかな、みたいな感じでね、あの、まあ、受け入れられたんだけど、これが現、現代だともう、生臭い話になっちゃって、なんか、それこそもう今、AV の一ジャンルになってるようなお話としか、お話としか見れないのかな、と、うん。 日本だってさ、まあ、昔は封建的な考えが、ルフしてたっていう大前提があるけど、実はその、ある集落ではさ、まあ、祭りと称して、乱行みたいなことが行われて、まあそ、そういう場で誕生した子供は、まあ、誰の子かわからないから、あの村の子として育,育てるみたいな風習がね、あった。まあ、予も普通にありました、みたいな話も聞くしね。うん まあ、そうね。一夫一夫で家族を構成して、世帯っていうのが、まあ、行政がサービスを提供する単位として、まあ、いまだにあるもんね。それはやっぱりこう、戦後ですよね。戦後民主主義、基本的人権とか、あそかまあ、その、戦後、日本国憲法が制定される前の、明治をね、明治時代のま、まず家があってみたいな。 その辺の流れがね、未だにあるんですよね。まあ、それはそれでこう、世の中をこう、安定させていこうという思惑の制度なんで、まあ、それにそぐわない人たちはね、まあ、いつの時代でもいるっていうことなんだと思われます。はい、この映画はね、えー、っと、そう、いわゆるこう、名作って言っていっていう部類の映画なので、 やっぱこう,こういう風なやつはね、やっぱこう、見とかないと、ピアノレッスン、あれよかったよね、みたいな話に入っていけないんで、はい、やっぱ 4K ね、リマスター版で今劇場で見れるんで、見に行かれることをお勧めします。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴、お待ち申し上げております。失礼します。